エンゲル帝、近代主義建築の象徴的な一例となった大邸宅。テルアビブで柱の上に建てられた最初の住宅でもある。テルアビブの白い都市は1920年代から1950年代にかけて白色や明るい色の建造物群が建てられたテルアビブの外区の名称である。それらの建造物はバウハウス様式あるいはインターナショナルスタイルが 採用されている。テルアビブの中心地区では、未だにそうした様式の建物を4000件以上も見ることができ、これは一都市内に集中しているものとしては、世界でも類を見ないものである。このことから、この白い都市は20世紀前半の建築や都市計画を考える上で一することのできない優れた例償として、2003年にユネスコの世界遺産に登録された。同時にそれは、 この町が育んできた伝統や文化、あるいは取り巻く気候的要件といったものに、建築様式をどう順化させるかというユニークな例称にもなっている。テルアビブが建設されたのは、イスラエルの地がまだ、オスマン帝国領だった1909年のことである。19世紀を通じて退居してきたユダヤ人の移民たちは、ヤッホの古い港町に溢れ返っていた。その結果、ユダヤ人たちは、 ヤフホの北の砂丘地帯に、聖書の時代以来となる、ユダヤ人都市を建て始めたのである。テルアビブの発展は、第一次世界大戦中には停滞したが、東、ヨーロッパ、ソビエト連邦、イエメンからの移民が増大していった。ドイツで、ナチスが権力を掌握した1933年以降、テルアビブにも、おびただしい数のユダヤ人難民が流入した。 そうした難民の中には建設業者や職人、さらには建築家などが含まれており、ことに建築家たちの多くは1933年にナチスの命令で平行に追いやられたバウハウスで、研鑽を積み、その影響を受けていた。神秘的、機能主義的、経済的な側面を合わせ持った、建築様式を推進していたバウハウスが平行に追い込まれたことによって、そこで学んだ。 有能な建築家たちが失業してあぶれていたという状況があった。その一方で流入する移民たちによってテルアビブでの住居需要は急増しており、確立された建築様式を持たない白紙のキャンバスのような存在であった。この街では数百件単位で新しい建物が必要とされていた。こうした状況の組み合わせがまたとない後期を創出する形になった。こうして バウハウス様式は、テルアビブのデザイナーたちに、過去に頼ることなく新しい環境を創出できる、建築的アプローチを提供したのである。都市計画の枠組みは、パトリック・ゲレッスによる1925年の基本計画の中に策定されており、そこでは緑地を内包する居住外区に沿って、大通りを配置することが定められていた。バウハウス様式は、 第一次世界大戦後のヨーロッパでの美術と機能性の統一を反映して創出されたものである。テルアビブではこの様式が理想と考えられた。建造物群は早く、そして安価に建造されることができた。しかし、建造物群は地中海性気候と砂漠の気候という両極端な気候に適合するものでなければならなかった。白をはじめとする明るい色彩は熱を反射する。壁は プライバシーのためだけでなく、日よけとしての役割も果たすのである。また、ヨーロッパでは、バウハウス様式の重要な要素であった、最高用のガラス張りの大きな区画は、照りつける熱や光をあまり取り入れずに済むように、奥まった小さな窓に置き換えられた。西側には長く狭いバルコニーが配置され、その真上にはさらにバルコニーが乗る形で影を作っている。このバルコニーは住民に、 海からの微風を届けてくれる。傾斜のある屋根は平坦な屋根に置き換えられ、その屋根は住民たちが晩に涼んだり、社交の場として用いるための共用スペースにもなった。後にはピロティが採用され建造物群は柱の上に建てられた。それによって建物の下を風が通り抜けアパートメントを冷却してくれるだけでなく、子供たちに遊び場を提供することにもなった。数百に及ぶ。 新しい建造物群で用いられた建築様式や建設手法はこの近代的な都市にある特徴的な生活文化を付け加える形になった。建造物のほとんどはコンクリート製のため暑さを視野に入れていたその革新的なデザインにもかかわらず夏には耐え難い暑さになるのである。そのためテルアビブの住民たちは夕方になると通りに繰り出し建物の間にある 小さな公園や急増したカフェへと足しげく通い夕涼みを楽しんだ。この伝統は今でもテルアビブのカフェに根付いている。アパートメントブロックには保育所、郵便局、店舗、洗濯屋など様々なサービス業が入っている。また土と接点を持つことが極度に重要なこととみなされていることから住民たちは建物の隣や背後の区画に 自身の再演を持つことが奨励されている。このことは、外して様々な文化や、出自の異なる難民たちで構成されていた、住民たちに、共同体の感覚を植え付けた。不幸なことに、建設当時以降の建造物群の多くは、廃墟といって良い状態になるまで孤をされてこなかったし、そうして放置されたものの中には、建築上の古典と、言い得るものも含まれていた。さらには、 保護政策が定められるよりも前に破壊されてしまったものもある。とはいえ、多くはすでに本来の姿。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。テルアビブには4000以上のバウハウス様式の建造物群がある。そのうち、特に有名なものはロスチャイルド大通りにある。キーカー、レバナ、ハットインターナショナルスタイルとは、一般的には、 ドイツ以外において継続したバウハウス様式の延長線上と取りされ、多くの場合はこの記事での扱いのようにどちらを使っても差し支えがない。ありがとうございます。